今日も王様ドラゴンは王様のお仕事を頑張っています。西に魔物同士の揉め事があると聞けば、これを収めるようにいい。東に人間が困っていると聞けば、これをこっそり助けるように家来に命令をしていきます。この日はいつもより報告が多く、少し忙しい日でした。今日はいつもより忙しいな。ユウ、かまってやれなくてすまないな。ユウは気にしなくていいよと言い、王様ドラゴンの仕事ぶりをニコニコと眺めています。王様ドラゴンはそんなユウの頭を撫でてやります。そういえばケラ、あれの手がかりは何か見つかったか？王様ドラゴンが誰もいない空中に向かって声をかけると、天井からスススッとケラが降りてきました。はい王様、勇者の剣の刃先については探し続けているのですが、未だに何も手がかりがなく。ふむ、探し物の得意なお前がこんなに探しても見つからないとは。パパの剣を直せるのはまだ先になりそうだよ、ユウ。ユウは少し残念そうにしながら、いつもお守りのように持ち歩いている折れた勇者の剣の柄をぎゅっと抱えるように握りしめました。ユウが立派な勇者になるためには勇者の剣が必要だ。引き続き頼んだぞケラ。はい王様、短く返事をしてケラは姿を消しました。その時、王様ドラゴンのもとへ家来が慌ててやってきました。王様大変です、氷月の丘に人間が迷い込んだようです。え、人間？人間と聞いてユウが目を輝かせます。家来によると、人間たちは吹雪の地の方へ入り込んでいったといいます。花咲く森のあるところだね。あんなところに人間たちが何の目的で？迷ったのかもしれないよ。とにかく人間たちの安全が気がかりだ。誰かを向かわせよう。あ、じゃあ私が行く。ユウはぴょんと飛び跳ねて、王様ドラゴンが止める間もなく玉座の間を飛び出していってしまいました。あ、こら待ちなさい。ああ、もう行ってしまった。しょうがないな、まったく。人間か、何か悪いことが起きなければいいが。ユウは迷い込んだ人間を探して花咲く森までやってきました。そしてどうやらそれらしき人を見つけたようです。お嬢様、どこですか？鎧を身につけた人間が必死に誰かを探しているようです。はあ、困ったぞ、どこにもいない。はあ、恐ろしい。私自身いつ魔物に襲われるか。ねえねえ、
どうしたの？何か困りごと？突然声をかけられた兵士は腰を抜かすほどびっくりします。うわあ、魔物！いや、違う。びっくりした。はあ、に、人間の子供？どうしてこんなところに人間の子供が？私はユウ。あなたは誰？何か困りごと？兵士は戸惑いながらもユウの問いかけに答えました。ああ、私は王国の兵士だ。ある女の子と一緒にこの森までやってきたのだが、はぐれてしまってな。探しているんだ。え、大変。女の子とはぐれちゃったの？探さなきゃ。私も手伝うよ。おお、本当かい。それは助かる。では私はこっちを探すから、君はあっちの方を頼むよ。はーい。ユウはいなくなった女の子を探しに花咲く森の奥へと向かいました。あれは女の子の靴だ。もしかして泉に落ちちゃったのかな。どうしたらいいかわからず、泉を眺めてオロオロしていると、ユウ、ユウ。泉の方から優しく響く声が聞こえてきました。顔を上げると湖面の上に泉の精霊が立っていました。あ、泉の精霊さん、覚えていてくれたのですね。泉の精霊はほのかに嬉しそうな表情を浮かべました。どうしましたか、ユウ。その靴の持ち主を探しているのですか？精霊さんはこの靴の女の子がどこに行っちゃったか知ってる？少し言いにくそうに間を置いて精霊は答えます。ええ、知っていますよ。その女の子はこの泉に身を投げました。なんで死んじゃったの？ユウは驚き取り乱してしまいます。落ち着いてください、ユウ。女の子はまだ死んでいません。まだ？どういうこと？一体女の子に何があったのでしょうか。泉の精霊の話によると、ある切実な願いを胸に娘はこの泉までやってきました。真偽も定かではないおぼろげな伝説を頼りに、この願いの泉は願いを叶える機会を与える泉。ただしその機会を得るには覚悟を示さなければならないのです。示す覚悟とは、この泉に身を投げ泉の世界にて試練を乗り越えること。試練を乗り越えることができなければ、待っているのは
永遠の闇。試練を乗り越えれば、願いを叶えるための助けが授けられます。つまり、女の子は願いを叶えるためにこの泉に身を投げ、今は泉の世界の中で試練に挑んでいるのです。そうなんだ。試練を乗り越えることができれば帰ってくるんだね。そうです。しかし、泉の精霊が言いよどむと、ユウの顔に不安の影が浮かびます。今、女の子は見慣れぬ世界の孤独と恐怖で歩みを止めてしまっています。このままでは、女の子が死んじゃう。大変だ。精霊さん、私に女の子を助けに行かせて。ユウはすがるように泉の精霊にお願いします。それは、泉の精霊は少し考え込みますが、いいでしょう。特別ですよ。本当？ありがとう。で、どうすればいいの？泉の中に飛び込んでください。やっぱりそうだよね。予想はしていましたが、いざ泉に飛び込むとなると恐ろしいものです。それでもユウは心を決めて、助走をつけて勢いよく泉に飛び込みました。薄桃色に光る泉から行けると言われている幻の世界。そこは雲が地平線まで広がり、空は水面のようにゆらゆらと揺れる現実離れした場所。願いが叶う奇跡の場所とも、二度と帰ることのできない恐ろしい場所とも言われ、人々が憧れと恐怖を抱く泉の世界。目を覚ますと、周りには不思議な光景が広がっていました。何これ？雲の上？泉の中にこんな広い世界があるんだ。不思議だな。女の子はどこだろう？ふよふよとした地面の感触に戸惑いながらも、ユウは一歩踏み出します。この世のものとは思えない不思議な場所、泉の世界。ユウは無事女の子を助けることができるのでしょうか。
そこに誰かいる。もしかして。ユウはうずくまっている女の子を見つけ、声をかけます。女の子はびくりと体をこわばらせて、恐る恐るユウの方を振り返りました。あなたは？私はユウ。お姉さんのお名前は？探していた女の子は、ユウより少し年上の女の子でした。私はフローラ。ユウと言ったわね。あなたは人間なの？ユウは突然現れた人間を不思議そうに眺めるフローラに、どうしてここに来たのかを説明します。まあ、私のためにわざわざ来てくださったのですね。助けが来たことに安堵し、表情をほころばせるフローラですが、すぐにまたその表情は曇ります。私、あるお願いのために願いの泉に来たのですが、いざ試練が始まると一人ですし、魔物もいますし、怖くて怖くてもう一歩も動けなくなっていましたの。フローラは両肩を抱いてうずくまり、その目には涙が浮かんでいました。大丈夫だよ、ここから先は私もついていってあげるから。ユウは自分よりも小さな子供なのに、今のフローラにはとても頼もしく見えました。フローラはよろよろと立ち上がり、わかりましたわ、ユウ。試練の間、あなたを家来にして差し上げますわ。ですから、しっかり私のことを守りますのよ。うん、わかった。家来だね。わーい、家来だ。家来になって喜ぶなんて、珍しい人ですわね。だって、私の周りにも家来がいっぱいいるもん。みんないい人たちばっかりだから、みんなと同じになれて嬉しいんだ。あら、そうなんですの。ユウもどこかの国のお城の人なのかしら。そんな話をしながら、ユウとフローラは先へと進んで行きます。
へえ、フローラは人間の国のお姫様なんだね。そうですわ。花と水にあふれたとても美しい国ですのよ。ユウは自分が魔物の国に住んでいることを話します。フローラは最初はびっくりしていましたが、すぐにその話を信じます。魔物の中には穏やかな心を持つ方もいるという話は聞いたことがありますわ。途中に通った魔物の村の人たちも穏やかでしたし、ただお父様や周りの家来たちは魔物は皆凶暴なものだと信じ込んでいますわ。そうなんだ。確かに凶暴な魔物もいるもんね。ユウは残念そうにうなずきます。いえ、それだけではない理由がありますの。私が願いの泉に来たのもその理由のためですわ。フローラは人間の国で今何が起きているかを話し始めました。かつて魔王軍に攻め込まれ支配されそうになっていた人間の国、勇者が魔王を打ち倒したことで国は救われたが、魔王や魔物への恐怖は人々の記憶に強く刻まれた。それからしばらくの年月の間、人間たちは平和に暮らしていた。しかしある時から不穏な噂が国中に広がり始める。魔王が復活し、再び人間の国を攻めるために力を蓄えているというのだ。魔王の恐怖を思い出した国中の人々は怯え戸惑い、国王は神童により病の床に伏してしまう。国の危機に心を痛めたフローラは、非力な自分でもできることを必死に考え、幼い頃に聞いた願いの泉の伝説のことを思い出す。そして望みが薄いとは知りながら泉を探す旅に出たのである。国のみんなとお父さんのためにこの試練を乗り越えれば、みんなの不安を取り除くことができるのです。休憩はもう十分ですわね。さあ参りましょう。
ゆ。うん、行こう。二人は再び歩み出します。ユウとフローラは試練の道の終点にたどり着きました。なんだろう、これ。黒い泉？そこにあったのは、真っ黒な泉。普段の暖かな雰囲気の泉と違い、黒い泉からは冷たくゾワゾワとした空気が漂ってきます。お二人とも、よく来ましたね。ここが試練の終点です。二人の頭の中で、泉の精霊の声が響きます。終点？これで試練はおしまいですの？いいえ、最後の試練が残っています。黒い泉の湖面が揺らめき、何かがドロドロと湧き出してきました。それはグネグネとうねる不定形の黒い液体でしたが、
やがて何かに似た姿形に変わっていきました。黒い私？そう、その姿はフローラの生き写しのようでした。これはあなたの心の闇、そして今あなたが抱える心の闇は臆病さです。臆病さ？そう、心の闇はあなたの心の弱さの象徴。心の弱さを乗り越え、闇を打ち倒すことが最後の試練なのです。心の弱さを乗り越える。フローラは心を奮い立たせ、フローラの影を睨みつけます。フローラの影もフローラの目を睨み返してきました。すると、フローラが突然ブルブルと震え出します。フローラ、どうしたの？ユウはフローラのそばに駆け寄ります。あ、恐ろしい魔王が私たちの国を、国のみんなを。フローラは恐怖にとらわれ、その場にうずくまってしまいます。フローラは今自分自身の心の弱さに攻撃されています。これを乗り越えなければ心の闇と戦うことはできません。しかしフローラは完全に心が折れてしまったようで、もはや小さく震えることしかできません。フローラは闇に囚われた心の中で悪夢を見ていました。美しい花と水の国が蹂躙され、忠実な家来や優しい父親が魔物たちの爪にかかって倒れてゆく様を、無力なお姫様にはどうすることもできません。私にはどうすることもできない。私はこうして震えていることしかできない。よ、だい、だよ。この声は。大丈夫だよ、大丈夫だよ、フローラ。大丈夫？どうして？だって私が魔王を倒すから。フローラの心に広がっていた悪夢が晴れていきます。ユウ、魔王を倒すなんて、なぜあなたが？それはね、私勇者の娘だもん。子供が魔王を倒せるなんて、ユウの言葉をそのまま信じたわけではないでしょう。しかし自信を持って言い切るユウの姿を見て、フローラもつられて勇気が湧いてきました。そうですわよね、魔王なんか倒してしまえばいいのですわ。フローラはゆっくりと立ち上がり、自分の影に向かって指を突きつけ叫びます。だからこんなところで私の影なんかには負けてられませんわ。ユウの助けで心の弱さを乗り越えたフローラは、フローラの影に立ち向かって行きます。
ましたわ。うん、やったね、フローラ。二人はフローラの影をなんとか打ち倒すことができました。冷たくまがまがしい黒い歪みはフローラの影の消滅とともにいつもの薄桃色の泉に戻っていました。よくやりましたね、フローラ。あなたは泉の試練を乗り越えました。再び泉の精霊の声が頭に響き渡ります。約束通り、あなたの願いを助ける力を授けましょう。フローラとユウが何が起きるのかドキドキしていると、泉から薄桃色に光る破片のようなものが浮かび上がってきました。それと同時に、ユウ、懐で何かが光ってますわよ。ユウの道具入れの中でも何かが光っていました。それを取り出してみると、パパの剣が光ってる。これは勇者の剣の折れた刃先です。勇者の娘であるあなたにこれを返しましょう。さあ、その剣の柄を前に差し出してください。ユウが剣の柄を刃先に向かって差し出すと、剣の柄と刃先は強い光を放ち、一つの大きな光となりました。やがて光が収まると、ユウの手には一本の剣が握られていました。パパの剣が治った。木の剣とは全然違う確かな重みと力強さがユウの手に伝わります。この剣と一緒ならどんなに怖い魔物とも戦えそうです。いずれその剣が役に立つ時が来るでしょう。これで泉の助けは授けられました。元の世界に戻りたければその泉に飛び込みなさい。あなたたちの旅に泉の恵みのあらんことを。そして泉の精霊の声は聞こえなくなりました。ユウは本当に勇者の娘でしたのね。え、信じてなかったの？だって口だけなら何とでも言えますわ。まあでもおかげで助かりました。こうやって願いも叶えてもらいましたし。でもなんかフローラの願いなのに私の剣が治るなんて、私の願いが叶っちゃったような。頭をひねるユウにフローラは自信を持って言います。そんなことありませんわ。私はユウが魔王を倒すって言ってくれたこと信じていますもの。だからここでユウと会えたということが私にとって願いが叶っているということなのですわ。ユウはフローラの言葉に勇気づけられ、勇者の剣を見つめて魔王を倒す決意を固めます。じゃあそろそろ戻ろうか、元の世界へ。ユウとフローラはせーのと一緒に泉に飛び込みました。元の世界へ戻ったユウとフローラ。
泉のそばには慌てた様子の兵士がいました。ああ、フローラ姫様。フローラを見つけた兵士は泣きながら駆け寄ってきます。フローラは兵士にユウの助けのおかげで目的を果たすことができたと説明します。兵士はユウに何度も何度も頭を下げてお礼を言いました。そして早く国に帰りましょうと、まだユウとの別れが名残惜しいフローラを無理やり引っ張って人間の国へと帰っていきました。ああ、行っちゃった。お別れの挨拶できなかったな。あ、もう夕方だ。遅くなっちゃった。早く帰らなきゃ。そしてユウは村の近くまで戻って王様ドラゴンと合流し、山の隅かへと帰ったのでした。今夜も寝室ではユウの冒険談が繰り広げられています。願いを叶える泉や不思議な泉の世界の話は王様ドラゴンにとってもにわかには信じがたい話でした。ですが泉でユウを見失い勇者の剣を直して帰ってきたのを見ると、とりあえずはユウの話を信じるしかなさそうです。何よりユウは嘘をつく子ではありません。大変な冒険をしたんだねユウ。うん、とユウは誇らしげにうなずきます。あ、それでねお父さん、私友達と約束をしたんだ。おお、どんな約束かな。王様ドラゴンは優しく聞き返します。ね、私魔王を倒すんだ。そうだな、ユウは勇者になるんだ。いつか魔王を倒す、そのために修行をしてきたんだからな。王様ドラゴンは大きく開かれた目をゆっくり閉じて穏やかにそう言いました。うん。で、それでね、魔王って今どこにいるのかな。お父さん知ってる？噂は聞いたことがある。少し時間がかかるかもしれないが調べておこう。うん、お願いね。あー、ドキドキしてきた。私魔王を倒せるかな。ああ、きっと倒せるさ。夜も更け、ユウが寝静まってからのこと。ここは山のふもとにある王様ドラゴンの秘密の場所。
魔物の寝息も聞こえないこの場所は、静かに虫の音が響くばかりです。勇者よ、お前から優を預かって、ずいぶん経つな。魔王であったこの私に、人間の赤ん坊を預けるなど、お前は昔から変わったやつだった。そこには、王様ドラゴンが作った勇者の墓がありました。あの時、お前は言ったな。この子を立派に育ててほしいと。墓に向かって王様ドラゴンは、昔を懐かしむように、静かに語りかけます。ようやく、お前の遺言を叶えてやれる。もうすぐ優が魔王を倒して、立派な勇者になれる日が来るんだ。今日は、その報告に来た。話を終えた王様ドラゴンは、振り返り、立ち去ろうとします。王様ドラゴンはまだ飛び立たず、闇に向かって呼びかけます。ケラ、いるか？はい、ここに。王様ドラゴンは、ケラに何かを命令し、ケラはすぐに出発しました。その後、王様ドラゴンは空へと羽ばたき、宵闇の中に、その姿を消したのでした。